去年の3月25日第1回マウンテンジャム&家族フェスやりました。その時もですね、復興おちなげやりました。この餅を取った人は幸福になると言われております。そうですね、第1回目が去年の3月25日に、まあ、西原村に住んでる、まあ、仲間たちがもうほとんどが被害を受けて被災して、でみんなちょっと暗かったん で、まあね、下ばっかり向いてても始まんないから、なんか楽しくなれるようなイベントをちょっとやろうよっていうことで、まあ、地元の有志で西原復興プロジェクトっていうのを立ち上げて、イベントをマルシェをですね、マウンテンジャマンド家族フェスっていうマルシェを、開催しました。まあ、地元の西原村の人も半分、あとはもう西原村外からもうたくさん来られてたんで、すごくなんかやってよかったなっていう感じです。建物自体は綺麗に残ってたんですけど、地盤沈下でちょっと1メートルほど下がってしまって、まあ、雨が降ったら雨水が全部建物の中に流れ込んでくるという状況だったんで、ちょっとその状態で、まあ、建物の一部損壊の部分を改修工事しても建物自体がもう沈んでしまっているので、ちょっとどうしようもできないなということで、もう一旦諦めて移転先をずっとこの、まあ、2年近く探してたっていう感じですね。まあ、正直実感が本当に再スタートが切れたっていう実感がまだなくて、本当に数ヶ月前からイベントのちょっと準備の方で、いろいろバタバタとしてて、ちょっとうちのお店のオープンの準備というのは家族だったりスタッフにちょっとお任せしてた部分があったんで、正直自分としてはまだ実感がないっていうのは正直なところです。本当に、今日は来てくれてありがとうございます。この餅をゲットしてみんなで幸せになりましょう。それでは始めます。いきまーす。はい、3、2、1、ゴー。熊本地震があってやっぱり復旧ができてないやっぱ農家さんっていうのもたくさんいたんで、なんか農産物、特産物を通じて、まあ、それを販売することによって地域の農業を活性化できないかということで、またこちらも西原復興協議会という団体をちょっと立ち上げまして、で、そこで、そのグループ内で、特産品である西原村の落花生を使ったピーナッツバターというのを商品開発しまして、これを、今日発売しまして、で今後これを、まあ、県内はもとより県外の方にもどんどん PR をしていって、で生産数を増やしていって、まあ、最終的には、一次産業である農家さんを活性化、潤って生かせることができたらいいなと、そういう夢を持っています。お客様、そしてスタッフの皆さん、まだまだ道のりは長いですけど、必ず復活できると思います。みんなでですね、手を取り合ってやっていきましょう。で地震が起きた時、どうしようかって僕迷ったんですけど、いや自分は大丈夫、自力で復興できるなんて思ってましたけども、こうやって、ね、2年ぶりに再会したのはやっぱり周りのみんなのおかげだと思ってます。僕がどんなに頑張っても本当に一人じゃやっぱりできませんでした。今後もですね、一人はみんなのために、みんなは一人のために、そういう気持ちでみんなで、また一歩踏み出していきたいと思います。また来年もやりたいと思いますんで、その時はまたみんな遊びに来てください。今日は一日ありがとうございました。